林さんの家にもうアポなしで突撃したいと思います。まあ、リビングはね、突撃企画なの今日は。怪しいね。ちょっとこれダメだ。というわけで、ちょっと緊急で動画回します。今ですね、今林さんの家の下にいます。で、なんで林さんの家の下にいるかっていうと、もう僕ね、ちょっとね、いろいろ考えました。やっぱりもう一回あのメンバーで YouTube したい。まず一番最初に相談するべきはこの男だということで、林さんの家にもうアポなしで突撃したいと思います。でね、ここなんですよ。もう全部バラします。林のすべてです。林のすべてをバラしつつ、僕がですね、これから YouTube でやりたいことを、YouTube 改革案ね、 YouTube ライブとかでは言ってるけど、それをすべて林さんにぶつけて了承を得て一緒にやっていこうって巻き込んでいきたいと思います。まずはね、突撃していきたいと思います。もうね、秘書にはね、自宅に今いる時間だっていうふうにもう確認取れてるんで、行きましょう。はい、いるの分かってるから。いるの、林いるの分かってるぞ。あっ、おっと、いたなこれ。いたな。ちょっと ちょっとだから、まず言いたいことを言う前に、この部屋、まず林のすべてを暴きます。林さんのすごい自宅住んでるわけなんだけど、まあ第二グループの動画とかでもね、バチバチ映ってんだけど、それを全部暴きます。見てください、林、これまずいですね。ダメだって映した。これまずいよ。ダメだって。これもまずい。ダメダメ。全部まずいぞ、これ。まずいね。おう。まずい。こんななんか大して痩せる気もないのにバランスボール置いてるし。まずいぞ、これ。まあ、リビングはね。突撃企画なの今日は。まあ、ちょっと、あとでそれを説明する。あとは説明するから。はい。え、ね、はい、林さんがどういう生活してるかとかも今日全部映すから、今日は。そうなの、すごい嫌な企画だね。それは。そう、林さんが、ここはリビング、ちょっと電球買いすぎだな、これ。何個切れるんだよ、電球。ほんとに。めちゃくちゃ切れんだよ、この家。どんだけ切れるの、延長コードもありすぎだな。お金もついて、物とかね、買いすぎなんだよ、多分。ね。嫌だね、これね。キッチンが、不健康だな。不健康がいっぱいある、不健康が。不健康なのがいっぱいあるよ。これね。林さん、マックしか食わないから。あ、冷蔵庫チェックします。冷蔵庫チェック。怪しいね、これ。家で何してんだろうね、これ。怪しいね、これ。家の中でこんだけ一人で飲むわけないでしょ。怪しいね、これ。やばいよ。家で何か行われてるよ、これ。まあ、この辺はね、食料品が入ってるのかな。あ、チョコパイ入れすぎだろ。すげえな。チョコパイこんな入ってる冷蔵庫。初めて見たな。あー、これ林さん大好きなやつだ。ポポラマーマ。ポポラマーマの生スパゲッティ。これね、多分、ポポラマーマから案件取りたいんだよね、これね。出てんだよなー。ちょっとでもまあ。まあね。あ、これ令和のトライ出てたやつだね。発芽ニンニク卵黄。これ林さん投資したやつだな。これ健康にいいらしい。ここにも敵あるな。常温で。しかも、大体この量しか残ってないの、なんで。捨てるのめんどくさいんか。まあいいでしょう。ちょっと怪しい。まあ、じゃあ寝室行きます。寝室。ちょっと、なんもねえな。本当に暮らしてる？日本刀があるぐらいしかないじゃん、面白いところが。何これ、タンプレ、あいつこんなのプレゼントしたもん。5万ってタンプレ。え、これ真剣っすか？いや、違う。あ、怖い。いい、怖っ。OK。見てください。林さんのスーツ。黒しかないです。
ただね、やっぱね、見て。ルイ・ヴィトン。これ、フェンディだね。これもルイ・ヴィトン。ルイ・ヴィトンなんだけど、ほとんど見たことないんだけど。なんか、男っぽいな！男っぽい、なんか、あれだな。ほんとに。黒好きっすね。黒ばっかだな、ほんとに。まあでもなんかね、ナミールやっぱディオールとかね、やっぱそういうの多いよ。男くせえな、マジで。なんも面白くないぞ。なんも面白くない。ここも黒だな。T シャツ。T シャツ、スウェットパーカー、スーツ。ちゃんとそこは分けるよね。すごい。ちょっと。これダメだ。あいさん。はい。ちょっとまぁ、ちょっとね、突然押しかけてね。そうそう、ウーバーイーツかと思って開けたらリュピだった。大変申し訳ないですけど、ね、はい。本題。はい。言いますよ。はい、本題。はい。もう一回一緒に YouTube やろうぜ。やりたい。やりたい。約5ヶ月、4ヶ月経ちましたけど。あ、そうなんだ、トラベルなくなって。なくなって。そうなんだ。そうなんですよ。いよいよちょっと誰かが動き出さなきゃいけないって時に、まあ、ぶっちゃけ一番最初に動いたのは林さんで、うん、まあ、FCFC クイズ。はい。あれでまあ、いろんなトラ出してくれてるじゃないですか。はいね。あそこに出て、まあ、林さんのチャンネルにはそういう意味でね、うん、うん、面白い企画とかやらせていただいてるんで、うん、ちょっと僕がですね、やっぱ企画力がなさすぎて、全然思いつかなかった。そうなんだ。こんな面白そうな感じの人なのに、発想力がないの。竹野内にもめちゃくちゃ言われたけど、企画力ないから。うん、意外と竹野内さんやっぱ企画力あったね。そう。竹野内さんは企画力の塊だったから。企画力あるし、パワープレイできるからね。そうそうそう。オラオラ LINE で、みんなに言えるからね。そうそうそう。あれすごかった。あれすごかった。鬼のリマインドすごかったから。あれしかやってねえんじゃねえ。みんなに対して無給なのに、オラオラ言えるズーズーさがね、すごかったよね。ちょっと竹野内さんは竹野内さんで違う道に進んでるんで、まあ、僕は僕で、マッピーとか、アブちゃんとか、遅いとか、まあ、その他の虎の方々にも、ね。ご協力していただきながらね、自分のチャンネル、ちゃんと伸ばしていきたいなと、思ってるんですわ。ちゃんと伸ばしていきたいからこそ、うん、ちょっとね、林さんに、ぜひとも、ちょっと相談したいというかね、はい。もうやらせてくれよっていうお願いですよ、これは。お願いなんで、こちらこそお願いしますよ、な。出てよ。うん、出る出る。トップ YouTuber たちには叶わないけど、うん、そこそこのビジネスやってる人たちの割に、まあまあ面白い枠を取るしかないの。そう！僕たちは。そうなの！ね、浜辺で相撲取ったりとか。そういうのがおもろいんじゃんね。なんか、今各方面全然円満っぽくないですか？うん。ね。そうなんです。うん。この前もね、二人で美咲さんともね、飲みましたけど、全然、うん、ね、なんかちょっと軽くいじってるぐらいな感じで、ぶち切れとかないじゃないですか。ない、ない、ない。竹野内さん、ほんと面白い。面白い。呼ぼう呼ぼうとか言って、酔った勢いで行って、じゃあ僕たちが電話しようとか、おー、みたいな。いらない、いらない。そんな感じの、で、ほんとになんかバチバチだったらそんなノリなんじゃないですか。確かに。わかんないですけどね。平和なんですよ。平和だと思う。そうなんですね。別にガーシーさんも大丈夫そうだし。そうですね。なんかもう、大体各方面平和なんじゃないですか。どうなんでしょうか。進化したというか、落ち着いてきましたね。まぁちょっとね、僕の視聴視聴者さんが、もしかしたら林さんと僕の馴れ初め知らないかもしれないね。おー、なるほどね。ちょっとそれを林さんの口からね。いいんですか？いやもうな、やっぱりね、それはもう林さんの口からの方が。わかりました。じゃあもう説明させてもらいますけど、14年ぐらい前、14、15年前に、そうですね、はい、当時僕が塾一校舎。うん、リューピーはもうホストを何個やってたの？ 3 個ぐらいやってました、ね。すごい。はい、その当時はリューピーの方が全然お金持ちっすよ。ホスト3件と塾1件じゃん。で、24、5歳の時に、僕が今では有名なね、わかって TV ですのですね、ネバタ P いるじゃないですか。ネバタ P ね。ね、かの有名なチャンネルを生み出したネバタ P に誘われて一緒に、葛西臨海公園のバーベキューに行ったんですよ。そうしたら、めちゃくちゃテンションが高くて、福山雅治のモノマネをするイケメンがいるなーっていうのが、リューピーの印象。そこで会ったんですよ、はい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 、初めて。そこで知り合ってたのと、僕は僕の高校の同級生のいとこだったネバタピー。で、よく。あ、そうなんですね。うん。僕の高校の同級生からもう、
高校時代から俺のいとこなんかビジネスとかやっててすごい人なんだよみたいな聞いてて、で、僕が24ぐらいの時にその高校の同級生はね、東大の大学院生だった。で、そんでいとこ紹介するわって言って会ったのがネバタピーだった。で、その一環で、あ、林今日はあのバーベキュー行くぞみたいな。はい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 。行きました。はい、リューピーいましたな感じですよね。そうですね。だからそこからは、まあね、ちょこちょこは会ってたのかもしれないけど、うんうん、数年はそんな飲まなかったですよね。そうですね。あの、だから、ピンピンであったりとかはなかったですね。ね。けど、うん、直で会ったりするようになったのはいつぐらいなんですかね。それがですね、多分ね、28か9の時なんですよ。ああ、なるほど。まだ僕が、100校舎ぐらいですか、ね、?100 校舎。じゃあ30ぐらいになってるかも、僕。あ、そう、30で僕29です。で、その時に、歌舞伎町でね、偶然ばったりでやっちゃったの。はいはい。え、どこで会ったんだろう。多分ね、遊牧の前かどっかだったと思うんですよね。そんでなんか、ちょこちょこ一緒に飲むようになったんでしたっけ。そうっすね。なんか、あの、林さんが、フランチャイズオーナーたちを、なんか一緒に、なんか飲み歩いてて、で、うんうんうん、まあ、まあ、ちょうどなんか亀開発めちゃくちゃ頑張ってた時期じゃないですか。はい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 。だからなんか100校舎からどんどん増えてるんですよねみたいなのに巻き込まれて一緒に飲みに行ってたんですよね。なんか、はいはいはい、全然わかんない塾の人たちみんな塾のオーナーだから一人なんかホストの経営者みたいな。そしたら気づいたら、うん、リューピーが、え、武田塾やってみたいんだけどとかいうことを言ってくれたんですよね。タイミング的に、なんかクラブナイトってお店のホストが、うん、広島大学教育学部出てるホストがいて、あーああ、思い出した、あった、あった、あった。で、ああ、そいつが、福井で彼女がいて、そこで結婚するからって言ってたタイミングで福井のエリアが埋まってなかったんですよ、武田。はい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 。あ、じゃあ、武田宿俺やりますとか言って。だから、ホストの、そのセカンドキャリアのために、そう。武田宿一校舎作ってくれたんですよね。そうなんですよ。ここからが話が面白いですよね。ここからですよ。自分のところのグループのホストのためにわざわざ1店舗作ったのに、うん、そのホストが開校1ヶ月前に飛びましたね。縁もゆかりもない福井にしてやったら飛んだんだよね。飛んだんです。で、うん、あの、必死で、うん、なんかその、飲み会に来てる、あの、久保田社長とか、はい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 、竹村さんとか、いろんな方に相談をして、はいはいはい、で、こう社長あてがってほしいみたいな、うん、ずーっと言ってたら、たまたま、うん、なんかオーナーさんとうまくいってないこう社長さんが、紹介していただいて、はい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 、で、それでまあ、なんとか開校できたっていう。はい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 。あと実はね、リューピーはちゃんと、あの、中学受験もして、いい中高に行って、ちょっと大学受験サボっちゃっただけで、元の頭いいから、こう見えてちゃんとした人なんだよね、実はね、そう。まあ、あとなんか、オーナーさんたちが優しかったっすね。うん、確かに。寺林社長も、うん、原山さんもそうだし。先輩オーナーがすごい教えてくれたよね。あ、ね、そうっすね、うん。林さんが取り持ってくれたおかげで、コミュニティとして一個の、武田塾おもろ、みたいな感じで入れたのが良かったかな、みたいな。ホストだってやっぱいい人材を取って上手にマネジメントしたら店が盛り上がるのと一緒で、うん、塾でもいい人材取って広告にもお金をかけて盛り上げて、うんうん、今縁もゆかりもなく作った福井校何人ですか？去年60ぐらいいましたね。60人って結構いい校舎なんですよ、はい、そうです ね。あと新宿がなんと新宿が100人いきました ね。100人もこれは全国5本の指ぐらいに入る校舎かな、はい、400分の。そう。福井の後に新宿を買収したんですけど、15人だったんですよ、生徒が。そう。だから、新宿っていう素晴らしいエリアでも、ちょっとオーナーさんの力がないと15人。そう。でもちゃんと力のあるオーナーがやると、やっぱりこう、100人を超えるということでね。このリューピーのこの、マネジメント能力の高さというかね、仕事のできる感がちょっと出ちゃってね、ちょっとイメージ壊れちゃうから、ね。ちょっとそうなんだよな。そうなんだよね。だから今、リューピー校舎ね、かなり生徒多いもんね。あ、そうなんですね、うん。しかもね、ね、ホストクラブのオーナーに、そんな学習塾なんかできんのかっていうね、うん、人も一部いらっしゃるかもしれないですけど、なんと、ちゃんとリューピーの管轄する校舎から東大が出てますからね。そうなんですよね。もうこれから。それこそ福井から出ましたから。そうだよね、はい。何よりの証拠だよね。そうですね。うん、だからもう、リューピーとは10年ぐらい一緒に遊んでるし、もう全然長いんですけど、ここからまた大きな転機とすれば、5、6年前かな、岩井さんのことはずーっと知ってたんだけど、うん、マネーの虎で知ってたけど、一回も会ったことがなくて、でもずっと Facebook の、まあ、フォローしてたから、うんうんうん、いつも長文の投稿を見てたから、うん、とにかく本当に岩井さんは役満の投稿を毎日してて、なんでこんな役満上がんのって。しかもこんなん出して、みたいなんだから、ついついコメントしてしまったのよ。初めての子、ほんといつも
早くも上がってますねと。どんでこんな上がれんすかって。で、書いちゃったら、実は岩井さんは、皆さん知らないかもしれないですけど、本業は、塾と高校に対する広告制作会社なんですよ。うんうんうん。ね、結構ね、岩井さん、おしゃれなデザインね、上手なんですけど、だから、あ、結構大きい塾の社長からコメント来たっていうふうに思ったらしいですよ。あー、なるほど。向こうは営業先チャンスって。なるほど。根っからの営業マンだから。さすが。どうしても岩井さんがこう、武田塾本校来ちゃったのよ。来ちゃって、話して、ちょっと盛り上がっちゃって、うん、広告とか出したりとか、ちょっと加盟のこととか手伝いますよとか、ちょっと仕事が始まった。なるほど、なるほど。まあ、それ僕は、武田塾のオーナーさんがいっぱい増えたらいいなって、無理なんじゃなくて、うん、ナチュラルに増えたらいいなってことを岩井さんに言ったら、この新聞出たら出したらいいんじゃないこうじゃないですかっていろんな提案を受けて、うん、その中で、僕はフランチャイズチャンネルっていうので増やしてるんですよっていうので、じゃあ YouTube って、はぁ、みたいな感じで岩井さんが、見学、サンエイトに見学に来て、すごい岩井さん見学だけじゃなくて、ぜひちょっと喋りませんっていう、当時サンエイトがまだまだ小さかったんで、ボロい。はいはい。ね、もう今の2代前のサンエイトですよ。うんうんうん。ボロかったっすね。ボロい。漁園のボロい。漁園の。そこで岩井さんがやっぱりこう、ブワー喋って、さらにマネーの虎に出てた岩井さんは、今どうだっていうのでフランチャイズ関係ないのにその岩井さんの出た回がフランチャイズチャンネルの歴代数年の中で一番の再生数出ちゃったんですよ。でそんな中こうやってたら岩井さんが就活生相手に YouTube 始めたりとか、うんうん、でそれでサンエイトさんとビジネスが始まったり、うんうんうん、マネーの虎を復活させたいんですよって相談があったんですよ。でそこでですよ、ここがね、僕の一番ちょっとアピールしたいポイントなんですけど、すいません。ほんと何度も言って申し訳ないんですが、虎側にいい人いないですかねって相談されて、うん、僕が推薦したのが、うん、まず、予想屋マスター平井さん。あ、そっちなの？ああ、いやいや、ちょっとボケでしょ。いや、これ本当なんだけど、なぜか俺はなぜか平井さん。最初平井さんなんだ。いや、最初じゃないけどね。平井さんも紹介したし、そして、マネーの虎に、クラブ愛本店の、うん、相田社長が。相田社長がやっぱ出てたから、はいはいはい。その枠にぜひ、やっぱ、桑田さんでしょ。ああ、そうなんですよね。結構声かけられるでしょ歩いてて。もう最近は。やばいっしょ。やばいっす。女の子と二人で歩けたでしょ。いや、もう本当恥ずかしいっす。チラ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 見られるから、もう本当に。ねえ、だからよかったよ。だから岩井さんはやっぱ力があったよね。いやー、すごい。あと、全員顔がなんかだんだん変わってきましたね。そう。それね、はい、昔の我々の顔、こちらです。やっぱり露出増えるの頑張るね。頑張りますね。見た目ね、うん。昔のちょっと恥ずかしいもんね。ちょっとそう、ポワポワしてるんですよね。なんか、虎っぽくない顔してるんだよ。そうね。虎の前からね、仲いいのが、やっぱりカブちゃんと林さんと、うん、まあなんかそんな感じでやってきてるわけだから、うん、なんか伝えたいことが言わずもがら伝わってるというかね。うん、そう、あうんの呼吸でね。あうんの呼吸で。で、確かに本当けど虎やってよかったのは、ね、この、ともハッピーにも、細井さんにもね、いろんなこの、虎の社長たちみんないい人だよね。めっちゃいい人です。うん。だからその人たちに出会えても安藤さんとかもね。確かに確かに。安藤さんも虎であったんだから、もう。もう。会に引っ張りだこにされてるけど。そうだよ。安藤さん会えたのもよかったし、もう、ほんとみんな素敵な人。そうですね。うん、ありがてえ、ありがてえ。すごいいいコミュニティですよね。うん。うん、ぜひ、新虎の参加もお待ちしてますし。あ、ほんとね。ほんとそうなんですよね。うん、盛り上げていきたいですよね。スクラブ絶好調でしょ。いや、まあ、だしさ、やっぱコメントでもめっちゃ書かれてたけど、桑田社長年商めっちゃ伸びてるってめっちゃ書かれてたよね。え、前のプロモがいくらで最近のプロモいくらなの？前の多分14億とかなんですよ。お、14億が急に26億になった。それ、なんで1年とか2年でいったの？1年で10億だよ。ええぶっちゃけ、かっかけポーカーの炎上で仕事頑張ったみたいなのもあるんですけど。ああ、わかる。ただね、1年頑張った？めっちゃ頑張りましたね。俺も一緒。そう、だから、やっぱさ、幹部たちとか秘書たちがさ、うん、スケジュール見れんじゃん。社長結構働いてますねって言われるもん、自分も。雨降って地固まるですか？まあそうですね。よくわかんないですけど。で、あとはまあ、自分たちで言うのも大変申し訳ないんですが、
ちょっと有名になって何かと仕事はやりやすくなりましたよね。しかも今度ヒカルさんともうね、序盤するんですよ。ああ、もうバースデーイベント。これもすごいよね。ヒカルくんはね、まぁ、あ、ちょっとあの、動画では完全にコテンパに言われてましたけど、うん、まぁ、あ、ちょっとあの、名誉挽回で相手をコテンパにしようかな。主戦場が変わってくるんでね。YouTube じゃなくて、あの、ホストクラブはこっちのものなので。まぁ、あ、ここまでね、フリートークでも喋れる中だから、うん、YouTube でも、ちゃんとした企画をね、あの相談しながら決めるんで、うん、楽しみ。やればどんな企画考えてるんですか。いや、まずは、うん、それぞれの社長の得意分野に僕が勝負して、あの勝ちたい。林さんだったらぷよぷよかマリオカードで勝つっていう。そんな強くないよ。林さんと、うん、おまっぴーとか、うん、なんかその仲いい虎たちプラス、うん、なんかそのそれに仲いい方々も呼んでちょっとやりまくろうぜみたいな。いいっすね、企画をぶん回していこうよみたいな。いい、はい、だからあのーうん、竹野内さんに代わって僕がスケジュールを抑えます。おーすごい。でちらっと竹野内さんも出るかもね。おー全国あのね、うん、あの1億2000万人の 竹野内ファンが待ってるから。そうなんですよね、うん、だから竹野内さん、うん、癖づいてる人も絶対いるはずなんで。癖になる人いるでしょ、あの人の。なんでこの人こういうこと言っちゃうかなみたいなね。なるほどね。とかね。なんかそういう部分がなんか危うくておもろいっていう人もいるじゃないですか。なるほどね。まあ、楽しみ。林さんは OK 出たんで皆さん。はい。こっからね、どん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 他のトラも回っていくから。うん。よろしくお願いします。というわけで、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。また、バイバーイ。